グッドモーニング YouTube。今日は吉田先生より、マルファン症候群のマイトラルアニュラーディスファンクションについてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、マルファン症候群とマイトラルアニュラーディスファンクションの関連について、JAMA から出ている論文ですね。以前、僧帽筋逸脱とマイトラルアニュラーディスジャンクションのことに関して話しさせていただいたので、一部重複するところもあると思いますけど、今回は、マイトラルアニュラーディスジャンクション、略して MAD とさせていただきますけど、それと、マルファンとの関連です。で、まとめになるんですけど、今回の研究ではマルファン症候群の症例のうち約3、あ、34%に MAD を認めていて、で、マルファンにおける MAD の存在は、大動脈イベントの有無とは関係ないところでの不整脈イベントだったり、僧帽弁手術の必要性に関連していました。ただ、MAD の距離が10ミリ超える症例では、大動脈イベントも優位に増加したという結果から、やはりより大きなというか、MAD の距離が大きい症例、マルファンの症例では、ホルターだったり、エコーなども含めた綿密なフォローが望ましいということが、今回の主なメッセージとなります。始めていきます。マルファン症候群ですけれども、皆さんご存知の通り、フィブリリン1遺伝子の変異でによって全身の組織強度が低下する疾患になります。心血管系の合併症として、一番メジャーなのは、やはり大動脈の拡張に伴う、大動脈解離だったり AR っていうところが、多く言われていますし、それが結構命に関わってくる病気になりますので、そこの予防っていうところをにやはり焦点が置かれるのが、この病気の特徴です。一方でですね、僧帽弁逸脱症もかなり高い割合で認めていて、ちょっと報告によってバラバラなんですけども、30から60%というところで、こちらも死亡率にもつながってくるところなので、注意してみていかなければいけない合併症の一つになります。これ、右心系のバルブっていうのはあんまり影響が少ないっていうふうに考えあてんいいまりそうですね。そういう、なかなか確かに考えてなかったけど、出てこないですね。左心系ばっかり言われている気はします。はい、わかりました。あとはですね、不整脈とか突然死にも関連するということが、近年報告、どんどん上がってきていて、特に、報告、今回のこのこちらに載せている文献だと、突然死が約3%あったり、サスティン VT が9%近くあったりっていうところの報告ありますし、PVC に関して言うと、約20%の症例に認めていて、やはり心室性不整脈を有する症例の方が、予後に影響するというふうな報告もあります。ただ、そのなんでマルファンとその不整脈が関連するかっていうところに関しては、まだ分かっていないところがあります。そこで、マルファンのよくある合併症の僧帽弁逸脱に関しても、突然死とか不整脈との合併が言われていて、で、基本的にその僧帽弁逸脱自体は、そんなに予後が悪い疾患ではないんですけれども、一部のところで不整脈だったり突然死をきたしてくることがあって、約10年で、18%の症例で突然死が見られると言われていて、血行動態と関係ないところで、突然死をきたしてくるというふうに報告されています。で、原因としては、仮説なんですけれども、稜線逸脱だったり乳頭筋の線維化、あと今回メインになってくるマイトラルアニュラーディスジャンクションっていうところが、その突然死だったり不整脈の原因として考えられていますけど、これが全て独立しているというよりは、オーバーラップしているっていうところがあるかと思います。実際、プロラプス症例で突然死期待したものを調べたものの中では、やはり、乳頭筋の線維化が88%見られたり、LG 陽性症例が80%超えてたりとか、あとは、プロラプスの中でも稜線逸脱している症例が多く見られるっていうふうな特徴があります。で、今回、メインになってくるマイトラルニューラディスジャンクションは、やはりこのプロラプスで突然死だったり不整脈をきたす症例の中で、かなり今注目されているものにはなります。で、以前も話しました通り、左房と僧帽弁接合部とこの左室心筋が離れていることをマイトララニューラディスジャンクションといって、有病率に関してはあまりはっきりしたものっていうのは出てないんですけど、以前の報告とかだと、プロラプスの約30%に MAD があったりということは報告されています。で、不整脈との関連に関しては、 MAD が8.5ミリ超えるものだと、ノンサス VT のリスクが上がるというふうな報告があります。
で、MAD を有する症例と有さない症例で、不整脈イベント見られたものです。の報告だと、やはり MAD がある症例の方が、不整脈イベントは多くて、かつ突然死に関しては MAD の距離が長いほど、突然死の割合が増えてくるというふうに言われています。まあ、そんな MAD ですけれども、マルファンとか、まあ、マルファンに類似し、まあ、似た疾患のロイツディーズ症候群でも、ではかなり、まあ、通常と比べて多い割合で MAD を有しているというふうに言われていて、あまり多く文献ないんですけど、大体 40% ぐらいに MAD が合併していると言われていて、それと大動脈イベントに関連があるかというのを見られた報告だと、特に若年でですね、MAD と大動脈イベント関連しているというふうに言われています。ただ、まあ、マルファンの中にそれどれくらい MAD がいるのかとか、あるいは他の心血管イベントとどういうふうな関連があるのかというのは、まだかなりデータが不足している状態ですので、今回、マルファン症候群における MAD の有病率を明らかにすることと、まあMAD と心血管転機及び不整脈との関連について調査することを目的として、今回の研究が行われています。方法ですけど、レトロスペクティブのシングルセンターコホートスタディで、ケントユニバーシティホスピタルで2004年、2019年にマルファンと診断された症例が対象となっていて、新生児は除かれています。フォローに関しては、大動脈基部形で分けて、フォロー期間は分かれてますけれども、心電図、心エコー、ホルター心電図が行われています。アウトカムとしては、大動脈イベント、僧帽弁手術、不整脈イベント、突然死亡、をアウトカムとしていて、大動脈イベントと静脈イベントの詳細に関しては記載の通りになります。患者背景ですけど、全体で、まあ142人が登録されていて、うち、16歳未満の小児の症例が 34% を占めているというような形でした。初回診断時の年齢は平均で25歳で、女性が4割でした。で、登録前に大動脈イベントを起こしている症例は 11% あって、内訳としては、15人中5人が大動脈解離で、ごめんなさい、10人です。10人が、予防的な大動脈手術が行われていました。平均観察期間は12年です。で、この全体のうち MAD を認めた症例と認めなかった症例2群に分けて比較してますけれども、こちらが MAD 認めた症例の群になりますけれども、より若年で、MV プロラプス MR の割合が多くて、あとは、僧帽弁輪径が、大きいのと、左室が拡大しているというところ。あと EF は、MAD がある症例の方が、優位に低いというふうな結果でした。アオルティックルートの Z スコアって、大動脈基部を年齢とか体表面積で、なんていうんですか、調整したスコアになりますけれども、まあ、MAD がある症例の方が大動脈基部が大きいというふうな結果になっていました。MAD の頻度に関してなんですけれども、小児と成人を比べると、まあ、全体で 34% 認めてるんですけれども、小児の方が約 50% で認めていて、成人の方が 26% と、小児で MAD はより多く認めた結果になっています。で、初回に MAD と診断したところと、あとフォローアップでも見てますけれども、平均6年見てますけれども、MAD の距離に関しては、特に変化は見られなかったというふうな結果になっています。これは大人になる前に、なんかこう、致死的なイベントがあるからっていうことなんですか？ですね、この小児に多いのってことですよね。はい。結局、この小児のところで診断されるってことは、やはり、小児で診断される症例の方がマルファン自体予後が悪いと言われてて、その分考察でも書いてあったんですけど、その遺伝子の表現系とかが関わってきているんじゃないかっていうところで、マルファン その重症度っていう意味で小児で発見されている人たちの方が重症度が高いんじゃないかって、それが、まあ、MAD の有病率に関連してるんじゃないかというふうには考えられています。じゃあそっか、だからもう分かってる人は除外してるから成人で初めて見つかる人が少ないということ？成人、そうですね、これ診断された時なので、うん、成人で診断されたってことは身体的特徴が、まあ、
少ないといえば少ないっていうところに。じゃあ小には結構マルファンみたいなの人が多くって、成人はまた別のエチオロジーによる MAD とか人がいるとか、まあそうですね、どのタイミングで診断されるかっていうところで、その重症度とかも関連してくるんじゃないかっていう、うん、結局小児の時に見つかる人たちっていうのはやっぱりその身体的特徴もそうですけど、結構それが強く出ちゃってるっていうことはマルファンとしても重症っていうふうに考えられてはいます。はい、はい。で、心血管一変との関連に関してなんですけれども、何も知りつけてなく、大動脈イベントに関と、あと全脂肪というところに関しては、MAD の有無自体は、特に関連は見られませんでした。ただ、MAD の距離をですね、サータリで分けていって、MAD が10ミリ以上の、この一番右のところが MAD の距離が10ミリを超えるところになるんですけど、10ミリ超えるものは10ミリ以下のものと比べて大動脈イベントはやはり優位に多いというふうな結果にはなっていました。で、走行弁の手術を要する症例割合とか、あと静脈イベントに関してはやはり MAD を有する症例の方が優位に高いというふうな結果になっています。で、不整脈に関してなんですけれども、まあ、合計5症例、突然死 VT イベント認めてるんですけれども、すべて MAD の距離は10ミリを超えているもの で一方で、MR とか MV プロラプスの存在は必須ではなかったというか、そこには、まあ、関与せずに、不整脈イベントだったり突然死は起きていったというふうな結果でした。で、ホルター心電図でフォローされていますけれども、自覚症状としては同期症状が多くて、で、MAD を有する症例で優位にその症状が見られてますけど、ここの原因に関してはちょっと分かっていないところがあります。不整脈イベントに関してはやはり PVC ノンサス VT も、MAD の症例で、多く見られていて、ただ一方で心房性の不整脈に関しては MAD の有無に優位さは認めませんでした。今回のまとめになりますけれども、MAD は全体の 34% で認めて、MAD 症例は僧帽弁手術を要する割合が大きかった、高かったですけれども、大動脈イベントに関しては、有意差は認めませんでした。ただ、MAD の距離が10ミリ超える症例では、大動脈イベントの割合は有意に高いというふうな結果になっていました。で、MAD の存在は PVC とか VT などの不整脈だったり突然死の割合と関連していて、特に今回の結果としては MAD の距離が10ミリ超える症例のみで見られるというふうな結果になっていました。まあ、今後の課題、まだ分かってないところでの今後の課題としては、やはり不整脈イベントを予測するために、まあ、今回10ミリを超える症例で見られてましたけれども、 MAD のその距離っていうところを確立させること、あとは大動脈イベントに関してもその MAD の重症度によってその予防的な大動脈手術の必要性と関連している可能性があるのかどうかというところはさらに研究を進めなきゃいけないというふうに考えられています。またまだ MAD の自体の病態整理も分かってないですし、マルファン症候群との関連性というところについても分かっていないので、そこに関しても今後まだ課題となってくるというふうに言われています。結論です。マルファン症候群症例における MAD の存在は大動脈イベントの有無と関連なく、不整脈イベントや僧帽弁手術の必要性に関連していました。ただ MAD の距離が大きい症例では全ての心血管イベントをより多く認めています。MAD の存在と程度の評価はマルファン症候群症例の心血管イベントリスクをより適切に評価するのに役立つ可能性があると締めくくられています。以上です。はい、吉田先生ありがとうございました。今日はマルファン症候群の、マイトラルアニュラーディスジャンクションですね、MAD っていうものに注目してお話しいただいて、まあ、マルファン症候群どうしても大動脈のイベントに、注目が行きがちですけども、まあ、不整脈のイベントだとか突然死なんかも多いっていうことで、で、まあ、それをMAD っていう視点から見てみたということで、まあ、MAD があるとやはり不整脈イベントも多いし、MAD が10ミリ以上になってくると、大動脈のイベントとも関連するんではないかということで、まあ、一つ注目、介入とかということの点でも、まあ、注目すべきポイントなんじゃないかということですね。今回のレジストリーは前例、マルファンのレジストリー、ね。そうですね、マルファンの人です。
で、まあ、12年という結構長いフォロー期間ですけども、そこで見てみたということで、まあ、十条先生の、途中の、指摘もありましたけども、まあ、やっぱり小児で認められるところが多いということですけども、おそらくまあ小児でマルファンが、診断される人たちはまあ重症例が多いので、そういう症例で MAD の合併も多いんじゃないかというようなことですかね。そうですね。なので、まあ、それと大動脈との関連っていうところもあるんじゃないかという、過去の、まあ、少しイントロデュースさせていただいた報告もそこにつながるんじゃないかなというふうには考えられています。この MAD、一回図を見せていただきたいんですけど、なんか間に血管ありましたけど、血管、これは多分、この血管多分心外ですね。冠動脈でしょ、これ。そうこでれす。コロナ。とか、そうですね、そこら辺になります。この MAD っていうのは結局何を表しているかっていうのはよく分かってないっていうことなんですかね。そうです。そもそも MAD 自体がどういう基準で起こってくるのかとか、そしてなんでマルファに多いかとかっていうところもまだ全然分かってなくて、ただ、やっぱりこれがあると、その不整脈とかっていうところは、につながってくるんじゃないかっていう、その危険なプロラプスの一つ。まあ、プロラプスがなくても MAD がある人っていうのもいるんですけれど、っていうのは言われています。これは何というか、その重症な人にまあ MAD が多いっていうのは分かるんですけど、この MAD があるからこのイベントが増えるっていう、その直接の関係っていうのはあるんですかね。そのマルファンとベッコに関しに、その、なんていうんですかね、一般的にやっぱり MAD がある方が、不整脈イベントっていうのは多いとは言われています。それは MAD があるところが不整脈の基質になりうるっていうことなんですか。そこもまとだかわですからね、ない。MAD とその LG とかも相関してきたりとかって、もしかしたらその心筋障害とか線維化とかにつながっている。可能性はあるかなって言われていて、で前ちょっと発表した時に、そういうプロラプスとかだとリングで締めてきたら、ここのところを締めてあげると不整脈イベント減るっていうところがあるので、もしかしてここの部分が何かしらその不整脈に関与する、まあ、線維化だったりそういう何かがあるのかもしれないなと思います。MD の距離は形式的に変わらないという話ありましたけども、基本的にはまあ生まれつきマルファンの人なんだは、な、で、MD がある人ない人っていうのはもう分かれてるんですかね。なんだと思います。今回の結果で私もなんか伸びてきたりするのかなって思ったんですけど、そういうことは全然なかったので、なんかマルファンとかにもかかわらず、もともとあったらあったで、その距離は変わらずなのかなっていうふうに、今回の結果を受けて思いました。ありがとうございます。高田先生、どうぞ。ありがとうございました。最初の方の MAD については全部マルファンの話でよかったですか？イントロのってことですか？はい、そうです。あ、これはね、一般的に、こういじうゃあやっこぱとり。があって、で、かつ、マルファンで割と多いというふうに言われてるっていうところで、まあ、今回、そう、かつ、まあ、MAD と大動脈、マルファンの大動脈イベントとの関連とかも最近見られるようになってきてるので、まあ、マルファンの MAD っていうところもちょっと注目されてきているっていうところですね。なんかその場所と大動脈イベントってなんか結構解剖学的に離れてるのかなとか思っちゃったんですけど、そこのあ、関連っていうのは。そこが分かってないんですけど、まあ、同じというか、まあ、マルファン自体がその結合式とかそういう病気があるから、そこら辺が関与してるのかどうかっていうところかなとは思います。でもまあ伸びては来ないんですそう、ね。直接、何かしら直接影響してっていうのとはまた違うのか、その MAD がある人の方が、そういう、なんていうんですかね、いわゆるマルファンの進行っていうか、病気として重いのかなっていう。これちなみにできる基準はなんか分かってるんですけど、それも分かってない全です然か？まだまだ分かってないとああ、ころで分かすりまね。した。ありがとうございます。基本的にこの MAD の距離のこの病室はさっきあった長軸で見るって感じそうでいいんでですすね、かね。長軸で。なかなか、やっぱ普段やってて、MAD あるって気づくことってなかなか難しくって、
りに行かないと、見つけに行かないとなかなか普段も、たまにあれって思う時とかある時は測るようにしてるんですけど。アルファの重症度って何ですか？そこがまた今のところまだ確立はされてなくて、ただアシャラ氏にもちょっと聞いてみたんですけど、でも遺伝子系とかっていうのがあるんじゃないかっていうのは言われてきてはいるけど、まだそこに関して分かんなくて、いろいろ調べたんですけど、やはり、まあ、症状として出るところとかっていうところしかまだきっちり確立されたところはなさそうでした。これ気質的に云々っていうこともあるかもしれないんですけど、その縛るといいっていうことを考えると、やっぱりそのくっついてるところが流体力学的に問題なのかなというふうには感じていて、こういう MAD がある人たちって MR とか、それからサボの大きさっていうのはどうなってるんですか？ですね、MR はやはり、これがある方が多い、まあ、プロラプスにやっぱり多いの中に結構いるっていうふうには言われていて、あとサボっていうところに関すると多分 MR 云々っていうところがより関わってくるとは思うんですけど、そうなるとだからやっぱりその心臓の容量負荷っていうのが、不整脈の原因になってるんじゃないかなって感じるんですけど。ただ心房性不整脈っていうところはほとんど有意差なくって、やっぱり心室性不整脈なんですよね、あ、でただマルファン自体がその MAD 云々とまた別個に、マルファン自体がその左室少し EF 落としたりとか左室径大きかったりっていう報告もあるから、MAD が関与することでの差出が大きくなったりするしてるのか、あるいはマルファン自体の問題で差出の障害が少し起きてるのかっていうところはまだ明確には分けられてないっていう状態。これを見るとくっついてるところは、まあ、だから砂防側にずれてるってことなんで、差出に直接なんていうか、負荷がかかるっていう感じはしないので、これを見るとやっぱりまあ向かって右側にくっついちゃってるから、この乳頭筋からのこの、なんだ、引っ張られてる具合が、多分ここの距離伸びるから、ここら辺の繊維化が増えるっていうのが影響することなのかなっていう感じがしますよね。だから、そう考えると、距離が長ければ長いほど確かに、そこら辺のより引っ張られちゃうっていうのがあるのかなというふうに思いましたけど、ありがとうございます。あ、で、だから長谷川先生も前に発表してましたけど、MVP っていうのは結構不整脈イベント多いっていうふうに言ってたのは、その中にこの MAD 結構重症な人が入ってる可能性がありますかね。そうですね、それはあります。はい、ありがとうございます。ちなみにマルファンじゃない人の有病率、いうこの MAD、まあ、が分かってないから分かんない、ね。結局ですね、まあ、その前例やっぱ見られてないんで、プロラプスとかって考えると、プロラプス自体が多分全人口の 1% から 3% って言われてて、その中の半分ぐらいとかっていう報告だったり、あとは 30% っていう報告だったり、結構プロラプスが大きい、良性逸脱、バーローライクって言われ、バーローディジーズって言われているものだと、報告だと8割、9割って言われてたりだとか、いろいろなんですけど、ただマルファンの中に 40% って考えると、一般人口だとやっぱり相当少なくなるかなと。MVA に対する手術介入をすると、心室性の不整脈は減るもんなんですか？そうですね、減ると言われてます。ここリングで締めてあげると減るって言われてます。白谷先生どうぞ。あ、すいません、大した質問じゃないかもしれないんですけど、これって抗線逸脱に限った話なんですか、この MAD っていうのは。いや、ですね、逸脱じゃまで行ってなくても MAD ある人たちっていうのはいます。主に抗線の問題なんですか？そうですね、 こっち側の、そうですね、抗線 の問題を抱えている人の 3,4 割ぐらいが MAD ってことなんですか？まあ、そう、抗線は関与して、まあ、だからそうですね、前線のみの逸脱の人には見られないっていうことですよね。あれですよね、なんか昔、吉田先生がやった、なんか H チームかなんかの、あ、そうそう、線のなんか伸びてると、それはそれで悪いみたいな、そう、抗線版だなって思いながら、ちょっと。そうですね、こっちは抗線側になります。ありがとうございます。他いかがでしょうか。吉橋先生お願いします。ありがとうございました。
なんかちょっと似てる質問になっちゃうんですけど、MAD プラスプロラプスなしも予後悪いんですか？不整脈っていうところに関しては、プロラプスよりも、プロラプスの有無より MAD の有無の方が、今回の結果に関してなんですけど、その不整脈があった人の中たちは、よくこれ不整脈イベントあった人たち全員 MAD がある人たちだけど、プロラプスない人たちもいてっていうことを考えると、プロラプスあるなしよりも MAD あるなしの方が、不整脈には関与してるんじゃないかっていうふうには言われています。面白いですね。いや、MAD が長かったら表現形としてプロラプスが出ちゃうんじゃないかなって、図見ながら思ったんですけど、MAD が長いけどプロラプスにもならない人たちもこともあるんだ、これ。なんか、うん、あそこプロラプスしちゃわない、あそこが長いと。そう、それは確かに、ただプロラプスの定義っていうところがまた別個にあって、便線自体が、やっぱ便利を2ミリ超えないとプロラプスって言われないから、そうすると、狭間がいいんだ。がいるってことなんだと思う。あ、そうなんですね。あ、なるほど。いや、面白いですね。あとはなんか以前に高田先生が少し質問してたことがあったと思うんですけど、T 弁のアニュラーディスジャンクションってないですか、今回は。今回全然その右心系、確かに全然見られてなくって、まあ。一般的には結構いるんですか？ MAD があれば、解剖学的にあっち側が伸びても同じですよね。そこ壁を。私もそこ、あんまり T 弁の方のってあまり見たことなかったんですけど、ちょっと調べてみます。あとはごめんなさい。マルファンの人に MAD が多いってことは、ちょっとさっきの質問またちょっとかぶっちゃうんですけど、MAD が多かったらやっぱりプロラプスが少し多そうなんですけど、心不全ってでもマルファンって全然起きないですか？いや、今回心不全イベントって見られてないんですけど、ただ MR、そうですね、心不全。AR 心不全とかね、やっぱり。あると思いますね。まあだから MR 心不全もあると思うんですけど、まあ、プロラプスそうすると多くなるのかな。ただあの NHA とか、まあ、今回あまり見られてなかったので、心不全症状というところはあまり見られてなかったんですけど、でも通常で考えるとプロラプスが多くなると、まあ、増えるのかなっては思いますね。なるほど、ありがとうございます。いや、面白かったです。はい、ありがとうございました。他大丈夫ですかね。はい、今日はマルファン症候群の MAD ということでお話しいただきました。まだその、なんでできるかとか、どうやった病態に寄与しているかっていうところは、まだよくわかってないところも多いですけど、まあでも臨床的なイベントとこれだけ関連しているっていうことは、まあ注目すべきポイントとして、まあ今後も報告があるんではないかと思います。では、コロナに気をつけて、いってらっしゃい。